よう、解放者ライトニング。神の裁きを下しに来たかい。なんだな、前と雰囲気違うじゃねえか。今度は話が通じそうだ。私のセリフだ。この街を見てお前が変わってしまったのかと心配したが、どうやら愛も変わらずだな。悪かったな、試してたんだ。偽物かもしれねえと思ってよ。だからセラの形見だけ残して扉を封印した。本物で安心した。これで心置きなくやれる。何をだ。とんでもねえ規模の視界だろう。しかもどんどんパワーが増してる。外に広がらねえように抑え込むのが精一杯だ。こいつを消滅させるとなると俺も力を使い切る。力が尽きれば俺は死骸だ。でもやっとあんたが来てくれた。あんたがみんなを守ってくれる。俺なんかいなくたっていい。待て。来るな。やらせてくれ。俺には何にもできなかった。世界が滅びに落ちていくのを見ていることしかできなかった。500年もだ、何もやり遂げられなかったんだよ。俺はさ、セラを幸せにすると誓ったのに、守ることさえできなかった。死んでも顔向けできねえさ。スノー、寄せ。見てろよ、カオスを丸呑みにしてやる。これで終わりだ。最後に一つ頼まれてくれ。あんたにしかできないんだ。俺の死骸を始末してくれ。始末だと。ふざけるな、スノー。お前は、お前というやつは、どこまで甘えた弟だ。この手でお前を殺せというのか。やっ、やっ、止めろよ。力を抑えきれねえ。華やかな試験。弱点を狙え。やっ、じっ、果てろ。切り崩してやる。殺す気力だ。図に乗るな。やっ、反撃に転ずる。弱点を狙え。あんたの殺気を駆り立てろ。お前にスノーの何が分かる。